イアペトゥス、またはイアペタス、またはイアペトゥス、またはイアペタスは土星の第8衛星。1671年にフランスの天文学者ジョバンニカシーニが発見した。英語ではジャッポタスと書かれることもある。土星から約356万キロ離れたところを79日ほどで好転しており、軌道傾斜角が15.47度と他の衛星に比べて大きい。 地球月系と同様、イアペトスの光転周期と自転周期は同期しており1回、光転するごとに1回自転する。平均直径は 1469km で、土星の衛星の中では、タイタン、レアに次3番目に大きい。密度が 1.088g 毎立方センチメートルと小さいことから、主な成分は水の氷であり、一部岩石が混ざった素性であると、 考えられている。表面のアルベドが場所によって大きく異なる二面性を持っているのが特徴である。2004年12月31日には無人土星探査機カッシーニがイアペトゥスから17万キロメートルまで接近し鮮明な写真を撮影している。イアペトゥスはジョバンニカッシーニによって1671年10月25日に発見された。 カッシーニが最初に発見した際は、イアペトゥスは土星の西側にあった。数ヶ月後にカッシーニは土星の東側にいるイアペトゥスを観測しようと、試みたが、これは失敗に終わった。数年後に観測した際も、土星の西側での観測には成功したが、東側では観測できなかった。カッシーニが土星の東側にいるイアペトゥスの観測に、 成功したのは1705年になってからであり、過去の観測よりも性能の良い望遠鏡を使うことで検出している。イアペトゥスの見かけの等級は、西側と東側でおよそ2の違いがあった。イアペトゥスの位置によって明るさが大きく変わる原因について、カッシーには、イアペトゥスの半分は他の半分よりも暗い色をしているからではないかと正しい推測をした。またこの天体が、 潮汐固定されており、土星に常に同じ面を向けていると推測した。つまり、イアペトゥスが土星の西側にいるときは明るい側を地球に向けており、東側にいるときは暗い側を地球に向けているということである。カッシーニは、イアペトゥスを含む自らが発見した4つの衛星に、対して、ルイ14世を称えて、シデラロードアシアと名付けた。これは、ルイの星という意味である。 17世紀の終わりになると、天文学者はこれらのように衛星とタイタンを合わせ、サターン I からサターン V というように番号で呼ぶようになった。当初はイアペトゥスはサターン V と呼ばれていた。1789年にミマストエンケラデュスが発見されるとこの番号は拡張され、新たに番号が振り直されたためイアペトゥスはサターン7となった。さらに1848年に ヒペリオンが発見されるとイアペトゥスはサタンエーントに変更され、これが現在まで使われている番号になっている。なお、新しい衛星が発見されるたびに番号を振り直していたのはヒペリオンの発見までであり、これ以降は確定番号の与え方は変更された。イアペトゥスの名前はギリシア神話のテーターンの一人で、プロメテウスやエピメテウスらの父であるイアペトゥスに由来する。 この名前を命名したのは、天文学者のジョン・ハーシェルであり、1847年に発表した、Results of Astronomical Observations Made at the Cape of Good Hope の中で、この時までに発見されていた7つの土星の衛星に対して命名した。イアペトゥスの軌道を横から見た図。他の大きな衛星と比較して、軌道傾斜角が大きいことがわかる。イアペトゥスの軌道を 土星の極方向から見た図。イアペトゥスの交点軌道は幾分か変わっている。土星の衛星の中では3番目に大きいにもかかわらず、次に土星に近い位置を交点するタイタンと比べるとかなり遠方を交点している。また、規則衛星の中では最も軌道傾斜角が大きく傾いた軌道平面を持つ。イアペトゥスよりも大きな軌道傾斜角を持つのは 平べのようなより遠方の不規則衛星だけであり、この原因は分かっていない。土星から離れて傾いた軌道を持っているため、土星の主要な衛星の中では、唯一、衛星の上から土星の間を明確に見ることができる。その他の内側の主要な衛星からでは間をほぼ、真横から見ることになるため、見ることが難しい。イアペトゥスから見ると、土星の見かけの大きさは1度56になり、 これは地球から見た月の見かけの大きさのおよそ4倍である。イアペトゥスとタイタンの軌道周期は後、1日近く5億年前から500万年前までの間は後、1の平均運動共鳴を起こしていた可能性がある。イアペトゥスの密度は低いため、蘇生の大部分は氷であり、20%程度の少ない量の岩石を含んでいると考えられている。 多くの大きな衛星とは異なり、イアペトゥスの全体的な形状は、休憩でも楕円体でもないが、赤道付近がやや膨らみ、両極は潰れた形状をしている。赤道上に立地構造が存在するがそれは非常に高く、遠くから見てもイアペトゥスの形が歪んでいるのがわかる。ほどである。この形状はしばしばくるみ状と形容される。 三軸の半径は、それぞれ 746km、746km、712km で、平均半径は734.5プラスマイナス 2.8km である。ただし、イアペトゥスの表面全体は、十分に高い解像度で観測されていないため、これらの測定値は、km 程度のスケールでは、不正確である、可能性がある。イアペトスの扁平率は大きく、 自転周期が10時間だとすると変平率を説明できるが、実際のイアペトゥスの自転周期は79日と大きくかけ離れている。イアペトゥスの形状は形成直後の時点が早かった段階に分厚い氷の近くが形成されることで固定されてしまい、その後長汐散逸によって自転速度が減速され続け、最終的に後転周期と同期して、 現在の状態に至ったという仮説が提案されている。自然色でのイアペトゥス。イアペトゥスの特徴は、表面が暗い部分と明るい部分に非常にはっきりと分かれていることである。発見の節でも述べた通り、この明暗の差が非常に大きいため、イアペトゥスは地球に向けている面が変わるにつれ、最も明るい時の10.2等から最も暗い時の11.9等まで、 明るさが大きく変化する。そのため発見者のカッシーには、はじめのうちは、イアペトゥスが土星の西側にある時しか観測することができなかった。暗いカッシーに地域、大きなクレーターも見られ、左上にあるのがフォルセレン、右上がタージス、右下がゴノローンである。イアペトゥスの明るい側、上部がロンスボウ大陸である。 後点に先行する側の半球と側面は暗く、アルベドは0.03から0.05程度であり、やや赤みがかった茶色である。一方で、高校半球の大部分と両極付近は明るく、アルベドは0.5から0.6とエウロッパと同程度である。このアルベドの大きな違いが、イアペクスの位置による見かけの明るさの違いを生み出しており、 暗い側の11.9等級という値は17世紀当時の最も性能の良い望遠鏡をもってしても観測ができない暗さであった。色分けのパターンは球面上の陰陽模様やテニスボールの模様と類似している。イアペトゥスの暗い地帯はカッシーニの名を取りカッシーニ地域と命名されている。明るい地帯は2つに分かれており赤道の北側に広がる。 ロンスボー大陸と南側に広がるサラゴサ大陸と命名されている。暗い物質は資源的な小惑星や水星の表面に含まれている有機化合物を含んでいる。地球からの観測では炭素質の物質であることが分かっており、またおそらくは凍結したシアン化水素のポリマーのようなシアン化合物を含んでいる。2007年9月10日に 土星探査機カッシーニがヤペトゥスから 1227km の距離を通過して観測した結果、どちらの半球も多数のクレーターが存在することが判明した。カッシーニ地域と明るい領域の間の繊維領域にある明るい物質と暗い物質の色分けは非常に短い長さスケールで変化しており、得られた画像の解像度である 30m よりも短いスケールで色が変化している。 低い領域は暗い物質で満たされており、クレーターの極に面する弱く照らされた斜面には明るい物質が存在するものの灰色になっている領域は見られなかった。少なくともある領域では暗い物質は非常に薄い層になっており、わずか数十センチメートルの厚みしか持っていない。このことはカッシーニのレーダー画像と非常に小さい隕石衝突でも暗い物質の層を 貫通して、下にある氷が見えていることから判明した。暗い物質の由来に関する仮説としては、イアペトゥスの表面から消化した水氷が堆積したというものがあり、太陽光にさらされることでさらに暗くなった可能性がある。イアペトゥスの時点周期は、光転周期と同期した79日とゆっくりであるため、表面の色やアルベドの違いが発達する前であっても、イアペトゥスの昼側は、 土星の衛星の中でも最も温度が高く、夜側は最も低かった可能性がある。赤道付近では暗い物質による太陽光の吸収によってカッシーニこの温度の違いによりカッシーニ地域では氷が消化しやすくなり明るい領域、特により低温な領局に堆積する。この過程が地質学的な時間継続することでカッシーニ地域はさらに暗くなり。 残りの明るい領域は明るくなるという変化をする。そのため両地域のアルベドの差がさらに大きくなるような性のフィードバックによる熱暴走過程が発生することになる。この過程はカッシーニ地域から氷が失われるまで続く。現在の温度差でこの過程が10億年継続した場合、イアペトゥスの暗い領域は厚さ20メートルもの氷を消化によって失うが、 明るい領域は 10cm しか失わないと推定される。このモデルは明るい領域と暗い領域の分布、灰色の領域が存在しないこと、そしてカシシーに地域を覆う暗い物質の層の薄さを説明することができる。また、イアペトゥスの弱い表面重力は表面での氷の再分配過程に有利に働く。つまり、この温度では水分子は一方の半球から 反対側の半球まで、ほんの数回のホップで移動することができる。しかし熱的なフィードバックが始まるためには、最初に表面を2分する、何らかの過程が必要である。最初の暗い物質は、逆光軌道で交転する、外側の小さい衛星から、隕石衝突によって吹き飛ばされてきた破片であり、周囲に漂う破片をイアペトゥスの先行半球が、吐き集めるようにして堆積したと考えられる。 このモデルの重要な部分は30年ほど前から存在するものであるが、カッシーニの2007年9月のフライバイ観測で得られたデータによって再び注目を集めることとなった。イアペトゥスの軌道の外側の軽い破片は微小隕石の衝突によって衛星の表面から叩き出されたり、あるいは衝突によって生成されたりし、その後内側へ向かって軌道は縮小しらせ状に落下してゆく。 その間に太陽光にさらされることによって色は暗くなっていく。このような物質のうちイアペトゥスの軌道と交差したものはイアペトゥスの先行半球で吐き集められ先行半球の表面を覆う。この過程によってイアペトゥス表面のアルベドにある程度のコントラストがついた場合、上述の熱的なフィードバック過程が働きアルベドの差を大きくする。外部からの物質の体積と 熱的な氷の再分配のシンプルな数値モデルでも、イアペトゥスの表面が二面性を持つことが予測され、この仮説を支持する結果となっている。実際に、先行半球と後行半球の明るい領域と暗い領域を比較すると、先行半球側がより赤っぽいという微妙な色の二面性が見られる。カッシーニ地域が楕円型をしているのとは、対照的に色のコントラストは先行。 高校半球の境界と近い分布をしており、色のグラデーションは数百キロメートルのスケールで徐々に変化している。イアペトゥスの一つ内側の軌道を公転し、カオス的な時点をしているヒペリオンも非常に赤っぽい色を示す。フェーベンの想像図。このような物質の最も大きな供給源となり得るのは土星の外部衛星の中で最大のフェーベである。フェーベの蘇生は、 イアペトゥスの暗い側の物質よりは明るい側の半球にあるものに近く、イアペトゥスの色の二面性の直接の原因にはなり得ない。しかし、フェーベからの地理は、イアペトゥスにアルベドのコントラストをつけるために必要なだけであり、その後の消化過程によって、フェーベ由来の物質は不明瞭になっただろうと考えられる。二千九年にスピッツァー宇宙望遠鏡の赤外線観測によって、 フェーベに由来する粒子が土星の周りにフェーベ間と呼ばれる気白で広大なリングを形成していることが発見され、フェーベ由来説を支持する証拠となった。フェーベ間は土星半径の128倍から207倍までの範囲に広がっており、フェーベ自身の平均軌道距離は土星半径の215倍である。この粒子は母天体のフェーベと同様に土星の周りを 逆光光点しており、巡航軌道を持つイアペトゥスの進行方向側の半球に吹きつけていると考えられている。またフェーベの他には、スカジとユミルもイアペトゥス表面の暗い物質の供給源である可能性が指摘されている。色を強調したイアペトゥスの地図。右側が先行半球。イアペトゥスの北半球と南半球。色は強調されている。 イアペトゥスの高校半球と先行半球、色は強調されている。詳細は、イアペトゥスの地形一覧を参照。イアペトゥスは、多数のクレーターに覆われている。また、カッシーニの観測では、大きな衝突盆地が発見され、そのうちの少なくとも5つは 350km を超える幅を持つ。最も大きなクレーターであるタージスは、直径が 580km あり。 このクレーターの円は非常に急斜面で高さは1 5トル程度ある。また、地滑り地形も発見されている。ロンスボウ大陸のほかクレーターはローランの歌にちなんで命名されている。赤道に見られる尾根の拡大写真。赤道には幅2 0トル高さ1 3トル長さ1 3 0 0トルの巨大な尾根が連なっている。 この地形はカッシーニによる2004年12月31日の観測で発見された。尾根の頂上は周囲の平原から 20km 以上もの高さがあり、太陽系の天体で最も高い山の一つである。尾根は複雑な構造をしており、孤立して存在する山、200km を超えて山が連なる領域、3つの尾根がほぼ平行に走っている領域などが見られる。 尾根領域には多数のクレーターがあるため、これは古い地形であることが示唆される。この尾根の存在によってイアペトスの外見はクルミに似たものとなっている。この尾根がどのように形成されたのかは明らかになっていない。赤道にほぼ完全に沿って存在しているのが形成を説明するのが困難な原因である。現在は少なくとも4つの仮説があるが、なぜ尾根が カッシーに地域に限定されているのかを説明できるものは存在しない。イアペトゥスの赤道上のオネや巨大なクレーターの円などは地形の高低差が激しい。こうした場所では巨大な地滑りが多く観測されている。土星の衛星は太陽系の惑星が原子惑星系円盤の中で形成された過程と同様に土星の周りの光着円盤である。 中惑星円盤の中で形成されたと考えられている。若い巨大惑星が形成されると、周囲には徐々に降着していく物質によって円盤が形成され、その中で衛星が形成されていく。一方で、タイタンの形成に関して提案されている仮説では、レアとヤッペトスの起源について、新しい説が提起されている。そのモデルでは、タイタンはかつて存在した。 衛星同士の一連の巨大衝突によって形成され、レアとイアペトゥスは、その衝突の結果発生した破片の一部から形成されたというシナリオを提案している。ただし最近の研究では、タイタンより内側にある衛星は全て年齢が1億年以上ではないことが示唆されている。従って、イアペトゥスが、レアや、その他のタイタンより、内側の衛星と同じ一連の衝突によって、 形成された可能性は低い。イアペトゥスはタイタンと同様に初期から存在した原始衛星であるかもしれない。詳細は地球以外の実在天体を扱った事物を参照小説版2001年宇宙の旅ではイアペトゥスの変更性に注目し目玉のような明るい地域の真ん中に巨大なモノリスが立っている設定が登場する。 明るさの等級の変化についても記述されており、物語のミステリアス性を高めるのに一役買っている。しかし、映画版では、土星の輪を当時はうまく映像化することができなかったため、クライマックスの舞台は木星に変更され、イアペトゥスも登場しなくなった。イアペトゥス、レア、ディオネトテティスである。ありがとうございます。